うたちゃん、泉さん、東京オリンピック・パラリンピックの閉幕からおよそ2週間、東京では新型コロナウイルスの新規感染者数が高止まりしており、予断を許さない。ここもどうなるかな。最近は常連さんがたまに来てくれてくれそうね。この店さ、今年いっぱいで閉めることにしたんだよ。え？東京ってさ、外国の人どれくらい住んでるんだろうね。うん、俺は二人みたいに情熱持ってないよ。そこの人たちが外国人に優しくないって友人に聞いて。この国もね、いろいろあったのよ。地震とかバブルとか戦争とか。でもね、意外となんとかなってきた。だからきっと大丈夫なんじゃない。ボール見ろよ、来い。ほら、これはここで出会ったみんなの話。日々に少しだけ疲れてしまった人たちの話だ。